するしない？どうも、ひなたあいこです。今回の麻雀の匠、ゲストは鈴木太郎プロです。よろしくお願いします。お願いします。ゼウスの選択、はい、ついに今回見れるんですね。そうですね。太郎さんの麻雀 M リーグで今回打っていただくんですけれども、はい、どんなところがポイントになりますか？どんなところですかね。いや、 M リーグルーって実は多分みんな初めてなんですよ。あの明かり、はい、なんか赤が特別ポイントとかもつかないような麻雀って意外と多分みんなやったことなくて、あの選手も試行錯誤してるようなところあるんで、はい、まあでも僕の中でやっぱり競技に近い感覚でマンガンベースというか、基本はマンガンクラスの価値のある手を作って押し切る、まあ、押し切るって変ですけど、何ですかね、大体いける手組みをしたいんですよ。要は簡単に言えば、うん、イーシャンテン全ツができる手組み、うんうん、これ押しとくとあんまり折り大体行くことが見合ってくるんですよね。イーシャンテンぐらいになるとリーチ入っても、そういう手組みをしてると終盤あの粘り込んで押してるうちに軽点も取りやすいし、まあそれがと結果的に得になることが多い手組みじゃないかと思うんですよね。まあ、そういう意識でやってることが多いです。あと気になるのは泣きのポイント。泣きですか？はい、まあ、泣きも基本は漫画を目指していく。そうだったんですね。はい、だから1000点のイーシャンテンとか1000点のテンパイとか怖いんですよ。1000点テンパってリーチ入りました、もう大体めくり合うことが割になっちゃうんですよ。うんうん、すると、ちょっと、要は割になるっていうか、マシになっちゃう。降りるより、行って、行った方がまだ、うん、そうすると怪我も増える、うん。これが嫌で、だから、どうせめくり合うなら、こっちを漫画にしといて、相手なんていうか知らないけど、はい、まあ、大体めくり合っても割に合うでしょ、みたいな。まあ、よりマシだよね、みたいな状況を作りたい。なるほど、はい、その思考を今回すべてお話ししていただくということなので、頑張って伝えていただければなと思います。まあ、単純じゃないですか。いやね、単純って高い手作っとけば、ね、いや、ご本人は思ってるかもしれないけど、はい、なかなか太郎さんの麻雀真似できないですからね。ぜひ教えてください。はい。今回はよろしくお願いします。それでは、トーン1曲開始してください。よろしくお願いします。皆さん、手配を開けてください。トーン1曲、太郎さんは、シャーチャースタートです。ドラは何？はい。今回の手配は、ソースで一メンツ、はい。残りの形もそこまで悪くはないか。そうですね。はい。赤が入ってますね。これがでかいんですよ。これがないと。はい。これがないと、ま、この手、ちょっと自由にいけないんですよ。この手の目標だったり、あのイメージはどんな方向に？これはリーチ赤位置。あ、泣きよりも。そうですね。はい。で、リーチ赤位置を基準にしていくんですけど、うん、まあ、これ赤ないと多分、もうちょっと落とさしめに、要は打点ですね。はい。何か手役作っていかなきゃいけないんですね。価値が少ないんで、うん、あんまり自由にいけないんですよ。でも赤位置あることによって、結構上がりを見て、はい、リーチ手順でいける。で、ここ、まあ、まあ、トンかいいその選択なんですけど、うんうん、これが結構大事で、このやっぱね、自敗を残しすぎるとダメなんですよ。うんうんうん、ただでも自敗を残さないとダメな点もあるんですよ。これはどっちなんですか？これはあのリーチ赤位置で、はい、多分相対的にトンを重ねるのが僕にとってそれほど美味しくない。うんうん、他の人がトンを重ねた時の方が多分うまさが高い手だと思われる。はい、なんで先に切ります。今回でドラ表で回るトンですね。はい。はい、イーソーよりも先にトン。白の思考はないんですか？白は？まあ白は、よりもトン。まあトンと白一枚見えなんで、うん、その差だったら白が次重なる。可能性の方がね。まあ、一応ね、他の人もなかなか可能性で一応分高くはなるんですけど。はい。まあそのぐらいは目をつぶって。目をつぶってが自分のこうですね。これでもうイーソーいらないんですよ。あら、いいとこ入りましたね。はい。だけどこれはやはり、イソカサナンドとハッカサナンド一緒なんで、うん、しかも僕はハクよりもイソの方が、まあ、ピンフになったりね、そうですね、役にはなれるんですけど、うん、ただ相対的に僕、まあ、これもさっきと一緒で僕より他の人の方がハクの価値が高いわけですよ。だから僕は相対的に見てハクが重なる価値は高くないと判断の上に
なるべく早く切る。急いで。よりも、はい、吐く。急いでパン。ここだけ速度アップして。まあ、速度アップはどうでもいいけど。気持ちが出ましたね。まあ、早い順番にね、はい。第1打、第2打、自敗を並べていきました。はい、この周りの3人の手出しつむぎってどれくらい見てます？まあまあ、あのアバウトですね。ふわっとこう気になったとこだけですか？あんまり得意じゃないんですよ。結構ね、単純記憶なんですよ。はい、単純記憶ってあんまり得意じゃなくて、うん、なんか違和感を感じるときに僕は覚えること多いですね。あ、なるほど。じゃあ違和感出たときにはぜひ私にも連絡ください。今この曲で、まあ、連絡できるかどうかは別に。あと巻き戻し、はい、たまにあるのが、うん、あ、見とけよかった、あれ見逃したって時あるんですけど、はい、そういう時は、はい、まあそれがつもぎだった場合とじゃなかった場合のまあ幅で、うんうん、まあ間取っとくかみたいな。その時めっちゃそれがどっちか重要な時あるんですけど。でもそういう時楽しみですね。匠でも出てくるかもしれないです。そういう時は反省します。しっかり見とけよかったなって。気になったあの手出しだったりがあったらぜひ教えてください。まあ一曲全部見とけって言われたらでもできるんですけど、あのなんていうの、疲れちゃうんですよね。そうですよね。だからまあよっぽど気合入ってる時しか多分全部は見てないですね。今日気合入れてください。いやそれもね、まあ、気合い入れたからできるかっていうのはそれも別の話で、うん、こうなったら急ぎ切ってもいいんですよね。これ並べないんですか？今トイメンも1枚切ってて、はい、すぐに並べはしない。こうなったら急ぎ切ってもいいんですけど、うん、これジャントのない手でやっぱり急ぎのね、はい、縦、まあ、リャントとか三蔵そんな嬉しくない。まあ三蔵まだ嬉しいけどそんな嬉しくないんですけど、まあ縦のためにはい、やっぱりここはね、まあ、この順目なら、はい、あのね安牌よりも自分の、うん、そうですね、はい、今のところ安全牌という意識で残しているものはないですね。まあ、急須は比較的安全ですか。あ、2人ね、現物です、はい、で別にこれでリーチ受けても、はい、まあ、なんとかなるんですよ。あのかっこいい。そう、手詰まったから打つわけ、直結打つではないんで、うんうん、手詰まりは打つ一歩前の段階。おお、なるほど、はい、さあ、次にやってきたのはこれが難しいな。チーピンが来ました。急須がね、こいつがね、うん、ジャント候補としてもうカスなわけですよ。本当ですね。安全度は高いけど、はい、頭にはなりづらい。頭のない手でこの急須本当邪魔でめっちゃ切ってやりたいんですけど。うん、え、切ってやらないんですね。ここは、はい、切ってやります。本当はね、まあ、でもこれね、難しいんですよ。パースを引くと、はい、まあ、押し運転なんですよ。だからパースを引きに対してめちゃめちゃ急須フォロー大事なんですけども、はい、ここは他両面2つあって、まあ、一番惜しいのは今ジャントなんですよ。だからこれが、でもこれが6、8だったらイーソ切るかな。あ、少しでもこの並びが、はい、完全とかだったら。もう一応、両面っていうのは一応十分形じゃないですか。そうですね。両面なんで、ここはパースを引いた瞬通の形の頃よりも、今、3枚あるイーソを、ちょっと取ってやろうじゃないかと。これもかなり攻撃的ですね。はい。はい。なるほど。他の形が少しバランス違えば、切る範囲も変わる。あ、いいそうですね。いいそうになるんだ。ね、ほんとね、結構ね、微妙なバランス。繊細ですね。それは、あの、でも、麻雀ってそれしかできないんですよ。やっぱり、なんとなく切っちゃダメですよね。はい、常に1対1で全部考えないといけないんで。うん、なんとなくはダメ、はい。かしこまりました。なんとなく切ってると、しかも強くならないんですよ。さあどうしよう。ペイは2枚見え。ペイ1枚とイーソー2枚。ただイーソーの方がね、まだ1、3とか1とか持ってる人いるんで、ちょっと1枚切れちゃったことで、これ結構微妙な人なんですけど。差になったんですね。はい、僕まだ1枚で大事にします。なるほど。目に見えていない方ですもんね。はい、さあ、周りもね、そろそろこう、普通なスタートですよね。皆さん、捨て牌的には端っこと自牌を切っている。手出し、ウーソーとイメ親が入った。ウーソーはちょっとね、キューピンつもぎり、はい。ちょっと早いかもな、みたいな。これ痛いんだよ、これが痛い。痛いんだよ。言ってたや、はい、形になりましたね。まあ、でもこれでもいいんですよ。これはイーソー切っておけば。これで、ノベタンのソーズの形が連続形で。はい、残りますね。これ、イーマネアマンも切る、切りたいんですけど。後にさよならする。まあ別に今切りそう。そうですね、まず、まずイーソーから。左手にね。はい。ちょっとこれスピードを感じるのは親ですか？いや別にそんな、でも嘘ってね、この明かりルールで5の縦をもう、はい、拒否しちゃってるんで、はい、それなりなんですよ。ちょっと基準高め、他の人よりも基準高めの可能性が高い。ただ今度は手出しチーピン、はい、ただチーピンはまあどうなんですかね。まあ別にここの上は そんなんでもあまり意識しない。きた。あ、嬉しい。しかも、はい、最高でタイヤもこれ E1 か、はい、これゴロチになるには、あ、違う、ロチパの E3 点ではあるんですけど、そうですね、ロチパになるには赤着なきゃいけないですよ。そうですね、赤、はい、
だからこれパート切っちゃってもいいんですけど、ウースを引いた時だけロチパンになる可能性あるんですよね。あ、なるほど、はい、また頭が変わったりした時に夜間も使えるか。ここでウースを引く可能性をどんだけ考えるかなんですけど、あーなるほど、 E1 切るかパート切るかはね、はい、まあ、だけど確定じゃないし、あの、まあ、もし3色になれば単品赤いじゃないですか、はい、面単品赤い1万があるじゃないですか、十分か、はい、だからそこまで嘘引きに期待はしないせずに、ちょっとそろそろ親には嘘、まあ、パソコンは安全なんですけど、はい、まあでもね、でも端っこですし、うん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 、あの親だけとは限らないんで、まあ、端っこ大体通りますしね、まあ、親に言っちゃっても、まあ、切るんでこんなのね、 E1 は一人現物です、はい、なるほど。ここで6、7、8の3色は見切って、はい、先にパーソーを打ち出す、はい、まあ、どっちかというと5、6ですかね、レアンピンとか引いたら、あ、5、6、7の変化力があって E1 みたいなね、うん、なるほど。さあ、イーシャンテンです。まだね、他からのリーチも入っていない中、早くも最高で満貫見えます。はい、あ、来た、まあ、なんかあの人 Q1 親来たじゃないですか、はい、まあ、ちょっとね、カブレはあの辺解説してくるんですけど、うん、逆切りになってるんで、全部あのぐらいだといろんなパターンがあって、うんうん、まあ、上の方なんか持ってるんだな、漠然とね、そんぐらいなんで別に関係ないんですよ、うんうんうん、のリーチするしない判断には、うんうんうん、はい、これはもう当然ということで、太郎さんは、はい、リーチさあ、ここで太郎さんはリーチをかけます。リーチ、さあ、行きましょう。さあ、先制リーチ打てましたね。今回ね、ドラの何も全く姿が見えない中、この手はしっかりリーチの判断となりました。立ち向かってくる方はいるかどうか。確かにドラの何の話全然しなかったですね、今回ね、姿が見えなかったんで、ね、忘れられちゃってました、あの人。結構周りも自敗から打ってますしね、ドラだけ見えていないか。そうなんですよ、そこ大事なんですね、はい、そこ、あの、やっぱり役割が早いと、はい、あんまりこの自敗のドラ、うんうん、持たれてない多いんですよね、うんうん、じゃあ今回持ってないパターンのが多いか、統一以上のパターンないですかね。いやいや、ね、なくはないですよ、別に1枚が2枚になってるかもしれない、あい、まあ、ね、どっかに行ってもおかしくない、道中に、はい、それは全然あるんですけど、別にそれをこの手はそれが全く関係ない手だったんで、そうですね、関係あるって時に考えればいい。じゃあ今回変に意識しすぎないで、しっかりこう自分の手に集中して高くまとめてリーチを打つ、はい、一番大事なのはやっぱここなんですよ、ここだけが、うん、手配ですね。何を誰が何を切ったとか、まあ、いろんな情報ありますけど、うん、それで推理でしかなくて、はい、あの確定情報ではないわけですよね、うん、やっぱり一番大事なのは見えてるこれと見えてる顔は損しないように、これをメインに考えて照らしつもりとかから推理できる情報はその、まあ、可能性どんだけあるのかっていうその割合であるけどね、適切な割合で取り入れないと、例えば読めるからってなんかちょっと馬ぶってね、それであのかなりあの、ね、もっと稼げる展望を稼げなくなったりしますもんね。自分が知ってる情報を、うん、例えばキーワンで出したからパワー持ってるかもな、うんうんうん、とかね、なんかスライドかもなとかね、なんか都合のいい情報でそれを取り入れすぎちゃうと、ね、知識があるのはいいことですけどね、はい、それでせっかくの手を台無しにしてももったいないですもんね。さあ、かなりあれは皆さん対応されてますかね。まあでもリーチ入ったらもう考えることないですよ。ねえ。何も。ね、まあもうちょっと状況によっては見逃す、見逃さない。はい、うん、今ね、当院局のこのスタートこの手見逃すことないですもんね。まあこの手見逃したことはないですよ、さすがに。どうですかね。この街、まだ残っているかどうか。今回全くそれが読みになる情報もないですもんね。まあ、情報があってもこれにいつんで関係ないですよ。関係ない。ここ考え、僕もこの時点は、うん、もうぼーっと頭を休めて。Mリーグっていう時も、リーチ打った後は、積もれと思いながら、あとふわーってしてるんですか。まあ、大体そうですね。それ以外なんか考えることあります？素直ですね。また上がりたいなーとか。ねえ、それはもうリーチかけたら上がりたいですよね。上がれなかったら、なんかこうやったら怖いなとか思うんですけど、たまにね、たまにね、押されたりすると、すごい、すごい歯向かわれて追いかけられることありますからね。はい、でも、それを思ったところで、まあ、変化は、ね、何もできないんで、すごいいいですね、普段の心の声まで聞けるのは。さあ、このトーン一曲のリーチは上がりきれるか。まあでもこれ、上がれて3900だったら、うん、まあなんかね、リークしても1000オール入れば、うん、まあリーボ、教託出しちゃいますけど、あの教託は、まあ250点は僕のもんなんで、
かります？1000点損するわけじゃないですよ。すごい面白いですね。そう考えてるんだ。1000点損するとかいいじゃないですか。うん、リーボ1000点もったいないとか。流局したら、やっぱ自分が3割上がる。小林5だったら、330点は5億のものですよ。もらえるなら、ね、帰ってきますからね。はい、いただき僕はちょっと低いかもしれないけど。まあ、250点ぐらいありそうで。あ、じゃあ別にね、置いとくだけみたいな感じですか。そうそうそう。ちょっと預けとく。なるほど。さあ、周りは対応してますね。筋と現物。はい。来てなかったですね。来てなさそうですね。流局しました。天杯の方だけ開けてください。あ、全員脳天。ということで、太郎さん、トーン一局は一人天杯、流局となりました。まあね、上がりたかったですけどね。さあ、それでは皆さんの手配も見ていきましょうか。開けてください。あ、今回ドラがばらけてますね。いい傾向でしたね。嬉しい情報が、ラッキーな感じ、うん、対応となりました。他の方もね、ちょっと来れるような速度感ではない。まずは3000点入って供託1本置きましたが、あれはね、よ4分の1自分のものでございます。さあ、トン一曲スタート出だしからして、こう、あれですね、お気持ちの面もかなりお話ししていただけましたね。さあ、この後どんな風になっていくんでしょうか。そうですね、まあ、一応ね、リードしてんで。ちょっと、はい、まずは。別に悪いことも起こんなかったし。はい、一歩リード。はい、さあ、この後はトン二曲になります。次回もお楽しみに。